2023年8月26日に始まった夏の恒例イベントに4時間テレビ愛は地球を救う日本テレビ系が開け催されました。で、高齢者、障害者、途上国を支援するための広範な募金活動が行われています。この番組は1978年に初めて放送され、今年で46回目の開催となります。今年のテーマは、明日のために、今日つながろう。なにわ男子が2023年のメインパーソナリティを務め、番組内で恒例となっている、チャリティーマラソンも注目を集めています。この企画は2、4時間の間に走者が長距離を走る、もので、毎年注目をよく見ています。今年の走者については、番組当日までの極秘とされ、その結果、タレントのヒロミさんが選ばれました。彼の走行距離は、おじさんの語呂合わせとして102.3km に設定されました。前年のランナーである、Eサイトのケンキン大輝さんが 100km を走ったことを考えると、年齢的にも、ケンキンさんの2倍近い年齢のヒロミさんが、さらに長い距離を走ることとなります。ヒロミさんは60歳を、魔金に控えた年齢であり、彼の過酷な挑戦は、他区の人々の好意的な意味を呼んでいますが、同時に、チャリティーマラソンの意義に疑問を抱く声もあります。ネット上のコメント欄には、以下のような声が受けられます。感動物語も良いけれど、もっと実際的な方法で支援できることは、ないのか。この暑さでのマラソンは危険だし、勇気や、元気を与える意味が分からない。感動のゴールは良いけれど、もっと現実的な方法で募金活動をすべきでは？このような声は、チャリティーマラソンの趣旨や、その企みがの実効性に対する疑問を示しています。チャリティーマラソン自体が長い歴史を持つ企画であり、最初の1992年の第15回では、相田寛平さんがランナーとして参加しました。この企画は、頭髪、マンネリ化していた24時間テレビに刺激を酔えるために始まったものでしたが、30年も上の間に視聴者にとってはある種の縮小気味となっている可能性があります。さらに、生っぱなし走中にはソウルヒロミにネット配信者らしき人物がついて走り、迷惑行為が発生したこともあり、このような出来事もチャリティーマラソンの将来に影響を与える可能性があります。